民有社は、徳富祖法が、湯浅二郎の協力を得て設立した、戦前日本の言論団体、出版社である。1887年設立、1933年、解散、東京市京橋区日吉町4番地にあった。民有社員1887年、熊本から上京した、徳富祖法及び旧大江義塾関係者により、設立。 アメリカの総合雑誌、ザ・ネーションを模した国民の友を創刊し、山地愛山、竹氏・与三郎、徳富六か国木田哲夫らが入社した。1889年にこの国民の友に掲載された山田美名の五丁に渡辺書亭によって付けられた白黒の口絵が問題を起こしたことは、初期口絵史上で注目される問題であった。また、他に、 クモン・キクセの木版口へも見られる。民有者は、平民主義を標榜して政府による、王家主義を、貴族的王家主義と批判、政教者の掲げる、国粋主義とも対峙し、当時の言論界を二分する勢力を形成した。自由民権運動の恩憲派に近い立場を取り、国民の友では、進歩的な言論や欧米での社会問題が、紹介された。また、 近代の新しい文学作品の発表舞台としても、作家たちから重視され、森外の舞姫などが掲載された。さらに1890年には別に、国民新聞社を設立し、国民新聞を発刊した。しかし日清戦争後、祖母は帝国主義へと転向して、ミニ勇者、国民新聞社の論調が一変、これに従わない社員たちは次々に退社した。 日清戦争後に、持論史から返事て文芸史としての性格を強くしていた、国民の友は、1898年に、国民新聞に統合され、実質的に廃刊となった。その後も、民有者は、祖方の著作を刊行するなど事業を維持し、1933年に、明治書院に吸収合併された。ありがとうございます。